佐々木ベジは日本の実業家、資本家、東京都、青ヶ島村出身、50社を超えるフリージアグループのオーナー、代表者。佐々木ベジは、東証二部に上場しているフリージアマクロス株式会社及び、技研工業株式会社両社のオーナーである。加えて、店頭公開企業、夢見つけたい株式会社の代表取締役社長であり、 他にも多数の上場企業の大株主に名前を連ねている。自らが再生した自動車とロボット関連の会社、大東 ME 株式会社を2016年1月8日、台湾市場に上場させた。日本の会社で産業機械分野で上場したのは歴史上初めてであり、他の分野を含めても2番目という異例の選択を行った。企業経営歴40年。 ここ15年ほどは様々な業態の中小企業の再建に尽力しているという。最近ではフリージアグループ参加に入った民事再生企業数十社の事業再生指導、経営改善指導、社員教育に取り組む企業再生引き受け人としてよく知られるようになった。これらの事業再生は政府や大銀行の力を一切借りずにほぼ独力で行っており、 日本中の誰にも見向きもされないほど困難な再生案件でも従業員一同から生活を守るための支援要請があれば必ず引き受けることを慎重にしているという実業家の奥山二郎及び奥山一寸法師は佐々木の実定である1955年9月東京都青ヶ島に奥山治の長男として生まれる村長を務めていた父 奥山治が、マクロビオティックの創始者、桜沢五一の直期弟子であり、熱心な実践者であったため、長男であった、佐々木の名前も、ベジと名付けられた。1971年、15歳、高校進学のため青ヶ島を出て、全寮制、男子校である、東京都立秋川高等学校へ入学。1973年に卒業。1974年、 19歳、家電販売店に就職。1975年、20歳、12月20日、フリージア家電を創業。本人によると、当初は従業員もおらず、自ら秋葉原の路上で、自作のチラシを配って、客を呼び止め、その場で商談し、店舗の場所を教えると、近道を走って戻りメガネをかけ、上着だけ着替えて待ち構え、客が到着すると、駅前にいたのは、 弟ですと言って、接客を再開していたという、商品も自らが配達していた。1978年、23歳、事業を法人化し、代表取締役に就任。この年から、通信販売を手掛け、事業を軌道に乗せた。1981年、26歳、家電以外の商品に手を広げるなど事業を拡大。 1989年度には、年賞200億円近くにまで成長させ、秋葉原の風雲児として、NHK、ルポルタージュ日本等のマスコミに取り上げられた。1984年、29歳、財団法人人形美術協会の会長に就任。1990年、35歳、化粧品の英文プロダクツの日本法人に対して、買収を仕掛けたが、 ネゴシェーション中にブラックマンデーを挟み、A ボンの株価が急落したため、10億円のペナルティを払って撤退している。1991年、36歳、フリージャーマクロス株式会社の代表取締役社長に就任。累積損失87億円を抱え倒産の危機にあった産業機械の谷藤機械工業の M&A 再生を壊れ、 代表取締役社長に就任。機械製造の本業回帰方針を示し、15年の時を費やして、累損を一層し事業を軌道に乗せた。配給の理念と称して、機械の標準化、生産の同期化を徹底したことで、フリージアマクロスの再建に成功したという。社長就任時に NHK で1時間番組で取り上げられたこともあり、再建手腕が注目された。 右与曲折を経ながらも15年を経て、無事に再建を果たしたことで、再建、再生手腕への一定の評価を得ることとなった。フリージア・マクロスは、引き受け当時87億円の債務超過の状態が続いていたが、2006年には、プラスに転換させた。現在では、上場企業のグループで、時価総額数百億円を超える企業に成長させた。2008年、 53歳、株式会社、ピコイの代表取締役社長に就任。2008年、日本政学科協会の理事長に就任。2008年、茂村建設株式会社の代表取締役社長に就任。2008年、飛松建設株式会社の代表取締役社長に就任。2009年、松屋ハウジング株式会社の 代表取締役社長に就任。2009年、54歳、夢見つけたい株式会社の代表取締役社長に就任。上場企業の代表取締役兼務を避けるため、東京証券取引所2部のフリージアマクロス社では、取締役会長に就任。2009年、プレミアウェディングバンクの民事再生スポンサーに就任。2009年、 株式会社安藤鉄工建設の民事再生スポンサーに就任2010年55歳ファーストカルデア株式会社のスポンサーに就任2010年ピコイドラーゴン株式会社のスポンサーに就任2010年5月21日 BS 富士の政財界の著名人インタビュードキュメント番組その時私はで独自の事業理念について披露する 2010年、株式会社ホワイトルームの民事再生スポンサーに就任。2010年、大東 ME 株式会社の取締役会長に就任。2015年、59歳、技研工業株式会社の取締役会長に就任。2015年9月60歳、歓暦を迎える。2016年1月8日、 全室大東 ME 株式会社の親会社である大東 ME ホールディングス株式会社を台湾市場に上場させる。2017年2月3日、東証ジャスラック上場企業、ソレキアの株式公開買付を財務省に届けで提出。2017年5月24日、ソレキア TOB を成立させ筆頭株主となる。61歳。2017年、 7月、民事再生法の適用申し立てがあった、予想位の道株式会社の事業再生スポンサーに、就任2018年4月、総道霊法肝の学院学院長に就任。62歳。2018年5月、内閣府認定公益社団法人全日本肝のコンサルタント協会会長に就任。佐々木は、顧客の協力を得て計画的な生産。 供給を行うことで品質を向上させながら同時に価格の引き下げを図る製造供給システムを配給と称しフリージアグループの製造業部門の基本理念に掲げているこの理念は日本国内はもちろんアメリカ合衆国をはじめオーストラリア、韓国、台湾等でも先進的なビジネスモデルとして特許の登録が認められている配給とは ものづくりの最上流から最下流までの一貫した流れの中で顧客参加により合理的、計画的な生産体制への協力を得ることによって全工程の無駄とムラを省き品質を倍にしながらコストを従来の半分に引き下げていこうとするものづくりの仕組みでビジネスモデル上の名称は顧客参加型製造供給システムである。また本人も父、奥山治む同様 自然食主義者であり、グループ企業を中心に普及啓蒙活動に取り組んでいる。佐々木ベジュ本人の弁によると、フリージアという社名も彼が独立するに際し、フリー自由イコールこの東西の自由を合わせ、世界に自由の花を咲かせよ、という父からの贈り物であるとしている。創業当時より思い切った家電の安売りから、無店舗販売、通信販売、 製造業へと事業形態を転換し、今日では建設、土木及びビルマンション及び住宅の建築業がグループの主軸を占める構成へと発展させた。しかしながら、1980年当時の日本列島に沸き起こったバブル経済を活用し成功したという伝聞もある。謎の多い人との伝聞も一部に聞かれる。25年ほど前に1000億円を超える膨大な 借金を残して、グループの一社を倒産させた。しかし、他のグループ会社はことごとく生き残らせた。一方では、玄米自然食、空手、剣道、ウルトラマラソンの実践者であり、美術、音楽、文筆等も幅広く行っており、財団法人人形美術協会会長、日本声楽科協会理事長、公益社団法人全日本着物、 コンサルタント協会会長にも就任し、文化面でも幅広く活躍している。現在はフリージアトレーディングを核として、フリージアマクロスやピコイ、技研工業等を含む企業群を30数社ほど率いている。中小企業の再建を特に得意としているほか、諸外国においては、スウェーデン、ベトナム、台湾に会社を所有し特に強い人脈を有するという。 特に台湾においては、グループ企業の大東 ME という機械商社が、2015年4月に上場申請を行い、2016年1月に、産業機械分野では、初となる、台湾市場での上場を果たしている。夢見つけたい会社概要夢見つけたい株式、会社公式サイト2012年2月12日閲覧、技研工業会社概要技研工業株式、 会社公式サイト2012年2月12日、閲覧、浜田真紀子ジャーナル2006年6月16日、AB、日経ビジネス1997年10月27日号、日経 BP 社、115から117ページ AB、日刊工業新聞1991年3月25日17面。 産経新聞東京ゆ刊ん1994年6月29日10面、配給の理念フリージアマクロス公式サイト2012年2月21日、閲覧、朝日新聞東京長官1991年2月23日11面。ありがとうございます。